本日ヒートテックの発表っていうあのことと同時に今までにない取り組みではございますが、JR 東日本リテールネットワーカー様と共同で、品川駅と新宿駅に我々のポップアップショップを作るといったのことでございまして、皆様ご存知のように新宿駅は1日の乗降ある客が150万人と、世界でも有数のそういった駅でありますし、品川も1日の乗降ある客が60万人と、これも日本有数の駅でございまして、その中で我々のポップアップストアを作れるといったことは新しいマーケティングの試みなんじゃないかなというふうに思います。それと同時にヒートテックはですね、今まで累計1億枚以上で、今シーズンに関しましては7000万枚という、今までにない数字の販売数を予定しておりまして、これは我々ユニクロの思想であります、あらゆる人に良い服を着てもらいたいといったのことと、本当に良い服、そういったものを提供したいと、そういうことでございますし、ヒートテックが冬の日本の生活を変えたんじゃないかなというふうに自負しております。でというのはどうやることかっていうと、今まで本当に寒い冬ですと何枚も着ないとはいけない、例えば1枚だけセーターとか1枚だけアウターで外に出るっていうことは非常に難しかったんですけど、ヒートテックがですね、軽くヒートテックを着てですね、その上にセーター着てっていう感じで外に出れるっていう、全く人々の生活習慣自体を変えたんじゃないかなっていうようなことと、それと我々だけでも年間1000億以上の新規の需要ですよね。で多分競合先合わせると何千億っていう新規需要を、今までない需要ですけど、そういったものを生み出したんじゃないかなっていうふうに思います。で機能性インナーのある調査で、我々やはりヒートテックの支持率、これも圧倒的1位で2位以下に10倍以上差はつけて、ヒートテックイコール機能性インナー、そういう現状ではございますし、我々、東レ様とずっと研究開発続けてありまして、単純にあったかいというようなことだけじゃなしに、着て気持ちいい、しかもあったかいで、いろんな要素がこの中に詰まっておりますので、ぜひそのことを理解していただきたいなというふうに思いますし、ヒートテックの特徴と話しまして、一度買った人が2回3回買ってもらえるというようなことと、私もそうなんですけど、一人で10枚ぐらい持ってると、そういう人もいらっしゃるので、すごくこれは服の可能性といいますか、そういったものを広げたウィアなんじゃないかなというふうに思います。で我々あらゆる人に本当に良い服を着てもらいたいというふうに思っておりますので、ぜひ今回のポップアップアルストアが成功するように、お願いしたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございました。